GR86。 さあ、そして続いての登場ということになります。まずは紹介がてら感想を見ていただくという形の中で、ランキング第2位、神奈川77レノレーシング渡辺、 GR センターは秋山北斗。一番濃いかもしれない。いやすごい、東洋タイヤの濃い煙の塊が。さあ続いてこの方はどうでしょうか。ランキング3位で終えました、神奈川99チームバリナイスタイル GR86 は中村大輝。喋らなければね、食べることはないと思いますんで、喋ってると本当に食べることになりますよ。もう私もどれだけのね、タイヤカスを食べて生きてきたことが本当に辛い状態でございます。さあ続いてまいりましょう。続いての登場は輪切りではありませんね、女性隊ドライバーとして、やはり B1 回帰りナンバーワン、ジボラーマン。さあこの GR スープラがもう D1 で見れるのはこのキックオフドリフトが最後ということになり、今シーズンからは GR カローラ。さあそういったところでこのスープラどんな走りを今先行で見せつけてくれるか。さあ待てはモクと GR スープラ、そして後ろから富士のミネージ GR86 今飛び出してくれ。いいよ富士のが、富士のが後ろから Come on.
ところで、さあエンジンが調子悪いんですが、入れ替えの2本目、今度は中村直樹、田中整備に対して、さあ車は下りのコーナー争いを見せることができたのか。良くない感じで、言っておりますけれども、さあ続いてどういう形で出てくるか。何かもうみんな本当にタイムというところで、もう調子いいんだか悪いんだか全くわからないまま出てくるのは、さあ一本で終わってしまいました。もうこれ以上待ったら。